願いします。お願いします。あの地域の言い伝えとかって結構怖かったりするよな。するね。特に俺さ、現存する全てのオカルト信じてるからさ。そうよ、うん、俺もオカルトとオカルト以外の区別ついたことないわ。いや、わかるわ、うん、でさ、俺の地元にもそういう言い伝えがあって、まず山奥の方にトンネルがあるんやけど、そこに真夏の深夜2時ぐらいに行くと、想像してるよりさらに車来ないらしい。怖いな。そもそも山奥のトンネルって時点でかなり車来ないんだろうなと思ってるというのに。そう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 。そもそもほぼゼロなんだろうなと思ってるから、そこからさらにってもうマイナスしかありえんよな。そう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 、うん、怖いな。でも他にもあって、うん、地元の小学校で深夜に3階の女子トイレに行くと、誰もいないはずなのに女の子の声でふーって聞こえるらしい。怖いな。なんでその幽霊なのにギリギリ間に合ってんだよ。そう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 。あとなんで幽霊なのに何か食べて消化してちゃんとトイレで排泄してんだよ。そう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 。その幽霊だったら何も食べず消化もせず撒き散らすよな。そう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 。怖いな。でもまだあって、地元の川の近くにキュウリを持って行ってしまうとカッパが現れて美味しい食べ方を教えてくれるらしい。怖いな。なんかカッパって力とかすごい強いイメージあるけど、料理したりそれをおすすめしたりみたいな文明まであんの危ねえな。おい、そう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 。もう俺の地元だけに留めておいていい話ではないよな。そう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 。なんかカッパの文明との平和条約とかを結ばなきゃいけないよ。いや、そう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 。でさ、うん、この3つの言い伝えってオカルトなんかな。いや、わからん。どうもありがとうございました。